世界有数の大富豪によって建設された刑務所、アレグリア監獄。その監獄に収監された2人、冒険を愛し命を顧みず行動する男アンダーソン。出演を愛し盗賊として暗躍する女パット。そしてもう一人、囚人の脱獄を監視するべく派遣された敏腕スパイおいも。アンダーソンとパットは監視やスパイの妨害を受けながらもなんとか脱獄に成功した。命の危機を共に脱した二人は身を隠しながらの逃亡生活を続け、そんな最中、とある酒場にて海賊を残した宝が眠る宝島の噂を耳にする。無能なるべき場所に来たってことだろう。やっぱり私の勘は合ってたですね。またこいつか。でも一人なんか知らないやつがいるですね。誰ですかこいつは。仲間ですかあんたらの。僕は善人ですよ。ああ、仲間ですね。スーパー仲間です。スーパー仲間ですか？はい。俺ら、あの脱獄を契約したのはこいつなんで。なるほど。やめてもらったから。君も監視対象ですね。ここで悪いことはさせませんよ。前科がありますからね。僕はないですよ。この3人が仲間って言ってるですからね。仲間ですよ。ずっともす。ここまでずっともすよ。脱獄の手引きありがとう。あ、君が脱獄のお手引きをしたですか。してないですよ。これから君たちが一生ここで過ごすんですからね。私も一生ここで過ごしますよ。はい、過ごしません。これあげるんで落ち着いてください。これもあげますよ。なんか手口が似てるですね、こいつ。お前らとやっぱ仲間ですね、こいつを。いや、そんなことしないで。こいつも仲間ですね、やっぱ。なんか今持ってたですかあんた。持ってないよ。おい、間抜けよ。本当に役立たず。ここに呼んで何するんですか。どうせお前らはあれですよね、宝島の噂を聞きつけてここに来たんでしょ。お前らの意地汚ねえその欲で。何ですかそれは。ここにはね、ま、は宝があるんですよ。大海の真珠だろ。ちなみに絶対それを狙ってるのは分かってるです、私には。違いますよ、俺は違いますよ。それはどこにある、どんなものは。俺はこの脱力兵、脱力した奴らを追ってここに来ただけなんで。理由は何でもいいです、お前らを監視するです。監獄ごっこしましょう。まずいよ。でもね、野郎がいるな。新しいメンバーが増えてよかったですね。ボスなんで。ボスですか。一番きつく監視しなきゃいけないですね。そうだよな。そうじゃないよな。ボスですもんね。違うよな。いや、ボスに悪いな。じゃあ入るです。入ってよかったですよ。本当に嬉しいですよ。入るです。落ち着けだよね。早く、脱獄へ入るです。あいつ見ほっとけ。一旦落ち着こう。君たち、わけがあるから、こんだけ。だって、普通に黒だったらさ、いや、俺は違うよ、白だよって言って渡すでしょ？そのわけを聞きたいんだよ。いや、ちょっと今、この全員がいる中で言うのはちょっと無理だ。いや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 。いや、全員がいる中でやるのは無理だ。あ、ほら、あ、ダイヤモンドの剣作るからですね。そうだな。お前、マジお前マジでゴミ。こいつ黒だ。こいつ黒だ。こいつは黒だ。あ、やばい。どうやって降りるんだっけ。はい、来い。あれ？スラハチ落としてくれたら教えてあげてもいい。いや、ダメだよ。ダメ。いやー、渡すんじゃなかったんですに。ダメですね。あ、なるほど。だって一回俺らやられてるからね。あ、分かった。これあれだ。こっから出れる？外に。みんないるかな。アンダーソン君大丈夫かい？あ、大丈夫です、大丈夫です。医務室行った方がいいんじゃないかな。病気なんです。話を聞いたんだけど、なんか脱獄囚だってデスオさん言ってたけど、本当かな？返答がないけど。いや、そんなことはないんじゃないですか。あ、でも彼はなんかすごく生きてっていう言い方はちょっと言わないでほしいんだけど、生きりまくって君たちを監視するって言ってたんだけど。なるほど。残念だけど、まあ私も彼にはちょっと逆らえないから。いや、やめなさい。どうしたんだいな。何殴ってんだい。
いです。そういえばあれ誰だっけ、記憶喪失がどうこうの言ってたのって誰だっけ。あ、僕ですね。ちょっと一応君たちのまあ医療的な検査をしてなかったから異常がないか確認しようかなって思うんだけど。あ、いいですか、しゃっくり激しいんで。あ、そうだね、まずならアンダーソックからちょっと見ていこうかなって思うんだ、はい、いいですかね。